プロレスファンの皆さん、こんばんは。 NWA の伝統に輝きます世界ジュニアヘビー級選手権、そして NWA 世界ヘビー級選手権ダブルタイトルマッチを迎えました。東京日大の両国の日大講堂であります。ただいまバトンガールを先頭にいたしまして、ジャック・ブリスコ、ケン・マンテルが入場いたしました。続いて日本側選手の入場であります。東京吹奏音楽隊の演奏が高まる中、 NWA 世界ヘビー級選手権を獲得いたしまして、 PWF ヘビー級選手権とともに2大タイトルを手中にいたしました。世界の巨人、日本のジャイアント馬場、そしてジャンボ鶴田が入場してまいります。NWA チャンピオンシリーズ東京大会、脇に沸きます日大講堂、ただいま若い力を象徴するジャンボ鶴田、そして二冠王ジャイアント馬場入場しました。 NWA 会長であり PWF 会長ロード・ブレアス氏をご紹介いたします。ロード・ブレアスに日本テレビより花束の贈呈でございます。NWA 参加の PWF 会長ロード・ブレアスに日本テレビよりの花束がただいま贈られました。こんばんは。 Good evening, ladies and gentlemen. This evening, for the first time in the history of wrestling, you will see two world championship matches. World Junior Heavyweight Champion Ken Mantell of the United States will beat Japan's Jumbo Shruta, and the new 49th World Heavyweight Wrestling Champion Giant Baba of Japan will meet the former champion Jack Briscoe of the United States. Both matches are officially recognized by the NWA and the PWF.And National Wrestling Alliance Championship rules will be in effect. どうもありがとう。ロード・ブレアス氏よりプロレス史上初の大きな二大タイトルマッチが行われることの紹介が行われました。NWA 第49代世界ヘビー級チャンピオンジャイアント馬場対前チャンピオンジャック・ブリスコとの一戦。この両タイトルマッチは NWA そして PWF によって承認され NWA チャンピオンシップルールを用いて行われます。続きまして日米両国国歌吹奏でございます。恐れ入りますがお客様どうぞご起立をお願いいたします。ビッグイベントにふさわしく日米両国の国歌が演奏されます。
これにて以上試験を終わります。両国国歌の吹奏が終わりました。ダブルメインイベントの第1試合 NWA ジュニアヘビー級世界選手権試合がこれから行われます。今日も放送席には東京スポーツ新聞社の山田隆さんをお迎えしております。山田さん、よろしくお願いします。はい、どうぞよろしく。国歌の吹奏といい、なかなか盛り上がりましたね。そうですね、やはりあの日本のプロレス史上初めて行われるその NWA の二大世界戦、非常にムードが盛り上がってますね。そうですね。この放送のスポンサー、一鉄サッシ、太平洋金属、大阪製鋼、高田工業所、大塚グループ、横浜ゴムより両選手レフリーに花束が贈られました。NWA 会長代理、リーダーグループ会長、ロードプレイヤーズよりタイトルマッチ宣言です。この試合が NWA の認定する世界ジュニアヘビー級選手権試合であることの宣言が今行われました。タイトルマッチであることを宣言する NWA 会長サム・マクニン。本日のダブルメインイベント第1試合 NWA ジュニアヘビーウェイトタイトルマッチ60分3本勝負、赤コーナー挑戦者230ポンズジャンボ鶴田、チャレンジャージャンボ鶴田、青コーナー NWA ジュニアヘビーウェイトチャンピオン228ポンズケン・マンテル、伝統に輝く NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンケン・マンテル。ベルトの変化でございます。レフリーは春佐々木。ロードブレアス氏がチャンピオンベルトを場内に披露いたします。入念なチェックが行われます。さて山田さん、はい、この試合ですがね、どういう展開を予想されますか。そうですね、非常に体格的にですね、背の高いジャンボ鶴田がですね、自分の体をうまく使った場合かなり有利な展開になるんじゃないかと。ただチャンピオンのケンマンテルの方は予想もつかないようなラフな攻撃を持ってますんで、このペースに巻き込まれるとちょっと苦しくなりますね。鶴田の場合減量というものがありましたね。そうですね、112キロぐらいから105キロまで、まあ理想的な減量が本人は行えたと言ってますがね、その減量と、まあ、キャリアの点ではケンマンテル、そんな感じがしますがね、その辺がどういう展開を見せるか。まあ本人の口から出た言葉なんですけれども、食べながら実にうまい減量に成功したと。でスタミナの点では全く自分では不安を感じていないと。ですから思いっきり最初から飛ばしていくつもりだということを言ってますね。まあ鶴田君の場合チャレンジャーですから、まあ、変な表現ですが負けてもともとという気持ちで非常にリラックスしてぶつかった場合、思わぬ活路が開けるんじゃないかというような気がしますね。最初から飛ばせれば鶴田のものということでしょうかね。そうですね。出身校中央大学の応援団が盛んにチャレンジャージャンボ鶴田を応援する中で試合が開始されております。
立て、イカレ、勝て、鶴田という中央大学応援団の垂れ幕が見えます。ケンマンテルの鋭い腰投げでやります。まあ、このマンテルというチャンピオンですが、はい、技の数はさほど多くありません。しかし一つ一つの技のキレはいいですね。それがジュニアヘビーらしからぬパワーの持ち主ということは言えますね。確かに技の点ではそれほど多彩なものはない。しかしその切れ味が鋭い。今の投げなんかにも伺いました。しかし鶴田が返します。ハイアングルのボディスラム。もう一度、素晴らしい投げです。若さをリング上に爆発させるチャレンジャージャンボ鶴田。いいですね。鶴田の場合非常に身長が高いですからね、ああいう風なハイアングルからのボディスラムというのは効果が大きいですね。落差が大きいですからね、少し腰をかばうような感じのチャンピオンケンマンテル、世界ジュニアヘビー級チャンピオンであります。肩にかけました。チャンピオン腕を固めております。やはりこのチャンピオンアマレス出身だけにですね、はい、ああいった小技にちらっとアマレス的なところが出てきますしね、非常に相手を攻める場合のグリップの仕方がうまいですね、はい、ホールドが確実。そうですね、しっかり決めております。ジャンボブリッジから立ち上がるか鶴田。足をかけました。また元の体勢に帰ります。1m81、102kg、 体の上ではジャンボ鶴田が勝ります。チャンピオンのケンマンテルは1963年64年とカリフォルニアのアマチュアレスリングのチャンピオン、そして64年には全米学生のチャンピオンになっております。アマチュアレスリングの経歴としては素晴らしいものがあります。ケンマンテル、昨年オクラホマでダニー・ホッジを打ち破りまして、伝統に輝く NWA 世界ジュニアヘビー級選手権の王座に君臨しております。上から押しつぶすように、さらに足をかけました。ジャンボ鶴田の反撃であります。1m97、 減量に成功して105kg、 ジャンボ鶴田でやります。ミュンヘンオリンピックのアマチュアレスリング日本代表ジャンボ鶴田。5分を経過しました。腕を固める鶴田、リング中央。肘打ちが飛んでまいります。しかし左腕を取りました鶴田。チャレンジャー有利に試合を展開しております。どうも最初から飛ばし始めましたね鶴田は。そうですね、やはりね、
力がですね、非常にあの接近している場合に、あの腕を取ってもうまく足を絡んでいくとか、そういうことが必要になってきます。その点で鶴田君なかなかうまい試合展開をしてると思いますね。最初ボディスラムが何発か鋭く決まりましたが、その後はジャンボ鶴田のペースとなりました。そうですね、このままですね、鶴田君を押し気味に行って、いわゆるジャンボ流の波に乗った場合ですね、それをカットされなければいいんですよね。力があります、チャンピオンのケンマンテル。腕は離しません。この辺の粘りが近頃の鶴田の特徴でしょう。そうですね、やはりね、このところかなりの強敵と対戦して、いろんな意味でのキャリアをつけましたね。ちょっと油断すると厳しい肘打ちが飛んでまいります。この人の肘打ちは用心しなきゃいかんですよ。力がありそうですからね。しかもあのこの人の肘はですね、相当あの、画面からもわかると思うんですがね、こぶこぶになっていましてね、ものすごいダメージが大きいそうですね。依然として左腕を固めますが、またも肘打ちが飛んでまいりました。ロープに飛んだ鶴田、キッチンシンク、チャンピオンか、いや、エルボーは自爆、エルボードロップ自爆しました。全日本プロレスの星から世界の星を目指す期待の新人ジャンボ鶴田。しかし今のエルボードロップはよく外しましたね。普通の人より一瞬早いですよ、この人の仕掛けはですね。依然として左腕への攻撃を緩めません。チャレンジャー、ジャンボ鶴田。絶対に離すのかという気構えが伺えます。鶴田の攻撃。チャンピオン止まらず、マットに倒れ込みました。離せません。挑戦者、ジャンボ鶴田。徹底的に左腕への攻撃を繰り返します。肩にかけました鶴田、依然として攻勢でやります。世界の王座への挑戦を得ました、このジャンボ鶴田。普通ですとちょっと硬くなると思うんですがね、そんな硬さは全然見られませんね。そうですね、まあ、今までに
NWA の世界ヘビー級王座にも挑戦したことがありますからね、はい、まあ2年足らずのキャリアとしては非常に度胸の方は座ってるという見方が多いですね。膝を打ち当てましたチャンピオンケン・マンテル。パイルドライバー脳天食い打ち決まりました。チャンピオン一瞬早く立ち上がる。膝打ち当たりました。やはりこの辺りの攻撃の爪は鋭いですね。膝蹴りから破壊力の鋭いエルボースマッシュ、さらにパンチ攻撃が飛びましたが、ジャンボ鶴田も必死になって肘を打ち返しました。対角線ダイビングしたケン・マンテル、カウント2。ジャンボの闘志が勝りました。もう一度大技グランマスター、ハイルドライバー、さらに大技グランマスターが出ました。ついにカウントです。チャンピオンケン・マンテル一勝を挙げました。フライングヘッドバットをね、はい、フライングのね、大きな技をね外したまで良かったんですがね、ちょっと不用意にグレンバスター食っちゃったですね。まあ、やはりその前のパイルドライバーが引き金になっていた、そういうことです。大きな破壊力になってたでしょうね。やはりね、あそこで起き上がりはしたものの、脳天へのダメージっていうのはね、すぐは取れないですからね。しかし素晴らしいグレンバスターを見せました。さすがに NWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンケン・マンテル、攻撃は素晴らしい連続を見せました。やはりね、鶴田君の攻撃は非常にね、小技での攻撃が多くて、はい、まあ、何かね、もう少し思い切った攻撃があれば、ケン・マンテルのあの凄まじい嵐のようなですね、一連の技を防ぐことができたんじゃないかと思うんですが、ちょっと技がなさすぎましたね。チャンピオン戦勝の後、試合が続行されます。ゴング鳴りました。一気呵成に攻め立てようというケン・マンテル、チャンピオンであります。肘と拳全体で破壊力を発揮します。さらに肘打ちでやります。肘を落とします。威力ありますね。かなりな威力ですね。ジャンボの足の動きがちょっと鈍くなりました。バックドロップ、覆いかぶさるチャンピオンケン・マンテル、カウント2。危うかったジャンボ鶴田。いや、これ危ないですね。コーナーマットにまたも全額部が打ち当たりました。もう一度か、グランマスター、よく耐えた、ジャンボよく耐える、グランマスター、ジャンボ鶴田がやりました。大きく放ったグランマスター、目には目、同じような技を繰り出しましたが、チャンピオンのケン・マンテル、黒いリングシューズをエプロンに出しました。沸きに沸きます、両国日大高堂。チャンピオンは場外へ、タイミングを外します。しかしこの
場になって爪を誤っちゃいけませんね。そうですね、あの NWA の世界タイトルマッチですから、決してね、このエキサイトしてダーティーな攻撃しちゃいけません。はい、韓国人のですね、心で見せらないように、もうオーソドックスにですね、正々堂々と攻めてもらいたいですね。ここは落ち着いて慎重にというところであります。チャレンジャーのジャンボ鶴田、エキサイトしました。ちょっとエキサイトしています。ようやくエプロンに登りました、チャンピオンのケンマンテル。この辺なかなかチャンピオンのマンテルは老下ですね。はい、チャンピオンの場内へ力が入ります。ショットを繰り出す、ジャンボ鶴田、またも場外へ逃れました。場外転落というより自ら場外へ逃れました、チャンピオンのケンマンテル。やはりね、鶴田の反撃があまりにもですね凄まじいので、マンテルはちょっとあの間を外してるんですね。闘志に圧倒されてる感じですね。そうですね、エプロンにおります、チャンピオンを捕まえました。レフリーの春佐々木がカウントを行い、鶴田を制します。カウント3、シュミット流のバックブリーカー、じっくり決めてカウントか、カウント2。さすがに世界チャンピオンケンマンテル、またもタイミング、これは自爆する。今度はジャンボ鶴田が鮮やかなダイビング、カウント2、エルボーを落としました。これが爪となるか、カウント2。しぶといチャンピオン、しかしスープレックス鮮やかに放ちました。ジャンボ鶴田、片指に固める、カウント3、決まりました。ガッツポーズを見せるジャンボ鶴田、チャレンジャー一本を取りました。これが鶴田流のですね、流れるような攻撃ですね。いやー、いい攻めでした。素晴らしい攻撃をつなぎましたジャンボ鶴田。最後はスープレックスから片指固め、がっちりとカウント3、チャンピオンのケンマンテルから一本を奪いました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は両国日大高堂より全国31局を結んでお送りしております。鮮やかな攻撃を見せましたジャンボ鶴田。チャンピオンの方はだいぶダメージが大きいようですね。そうですね、やはりあの流れるような攻撃を断続的に受けて、最後 の非常に良かったのはスープレックスですね、すごく決まりましたね。これは鶴田君にとって非常に有利な展開になってきましたね。さあ鶴田が攻め込む、日大高堂満員の観客席の支援を受けて、鶴田のストンピングからカメルクラッチ、腰をがっちり落としました。チャレンジャージャンボ鶴田、腕を取りました。腰の入れ方も非常に深いですね。そうですね、これはいいですよ。これはあのやはりね、背骨にビンビン響きますからね。チョークを取ったのかレフリー、カウント4まで行きました。それではと今度は逆襟固めの体勢に入るか
るか、ボストンクラブの開始兵に入れるか、フランクスに手がかかった、チャンピオンの手がフランクスにかかります。もうひとひねり、惜しいですね。もうひとひねりでしたね。そうですね。しかし鶴田君非常に冷静に背中と腰を攻めてますね。いいですね。これはいいです。攻撃の集中目標を見つけました。日本の若い力、ジャンボ鶴田、ロープに飛ばす、素晴らしいフライングドロップキック、カウント2。ジャンボならではのスカイラインを描きます。フライングドロップキックが放たれました。しかしチャンピオンもパンチを繰り出して反撃の体勢であります。さあどうだ、ローリングクラッチホールド、カウントか、カウント2。チャンピオン危うし、ジャンボがチャンピオンを追い込んでいます。レッグブリーカードロップ、カバーに行く鶴田、カウント2。ルブクリンまでチャンピオンを痛めつけます。攻めつけています。アバラツイスト、アバラ折りに捉えました。しかしチャンピオンも老下です。両者場外へ転落しました。両者場外転落。鮮やかなコブラツイストをかわしました。チャンピオンテンマントル、ゴングが打ち鳴らされております。エルボーを打っておいて、さらにスープレックス。しかしゴングが乱打されております。両者場外のようですね。そうですね、非常に、ね、微妙なカウントだったんですがね、はい、ギリギリ鶴田の方が早く登りましたね。そんな感じがありましたね、はい。両者場外というレフェリーの判定でしょう。これに対して抗議が行われます。ロード・ブレアスもレフェリーのところに行っております。これやはりね、はっきり確かめるべきでしょうね。3本目、両者カウントアウト、1対1の引き分けという判定が下りました。まあ、鶴田君の方がね、やや早く上がったんですが、エプロンから完全に中に入っていたかどうかというところでしょうね、はい。これはやはりレフェリーの目の方がそばで見てたわけですから。しかしもう十中八九といいますかね、クブクリンほとんど完璧にチャンピオンを攻めつけましたね。そうですね。まあしかし内容的に言ったら、これはもう鶴田君の勝ちと言ってもいいような試合ですね。まあね、しかし鶴田君はね、若いんですしね、これからチャンスいっぱいありますよね、はい。まあもう今日の試合の内容から見てね、むしろ前途が明るくなってきたと言ってもいいでしょうね。もうあのチャンピオンベルトを支柱にする可能性というのは十分あります、 ありますね、はい。もう今日の場合はほとんど勝っていたと言い切っていいでしょう。ジャンボ鶴田健闘しました。1対1の引き分けという判定ではありますが、ジャンボ鶴田の健闘がひときわ光りました。